今回は新しく買ったマイクのテストを兼ねてお散歩しようと思いまして、倉敷にある種松山というところへ行きます。駐車場に車を置いてきました。あっちの方には公園があります。遊具がいろいろ置いてあって子供たちがいっぱい遊んでいます。これはブランコかなと思ったけど、がっちり固定されて揺れない。これどうやって遊ぶんだろう。ちょっと霞んでますけどいい眺めですね。見えている川は高橋川です。水島臨海鉄道が走っているエリアなのですが、さすがにそれは見えないですね。こちらには水島のコンビナートが見えます。滑る滑り台って一体どういうことでしょうか。景色のいい中滑れてむしろ楽しそうですよ。アスレチックみたいなものもありました。この霞具合蜃気楼みたいですね。世界は幻。お弁当を広げたくなるスペースもありました。さっきから芝刈りみたいな音がしてるなと思ったらラジコンでした。楽しそう。ここはなんか自由なところですね。こんなところがあったので登ってみました。風が強い。これくらいがいいかな。やっぱりこれくらい？これくらい？このマイク、風の音は入るけど、そんなに耳障りの音じゃなくて、マイルドな音でいいなと思ったのですが、どうでしょうか。やっぱりうるさいかな。ちょうどバラが見頃でした。マスク越しでもバラのいい香りがします。乗ってくださいという感じの岩があったので乗ってみましょう。風が気持ちいい。
ある中でその花が好きなんだね。松山ってこんなにバラが咲く場所だとは知りませんでした。思いがけず綺麗なバラが見られて楽しかったです。